はい、こんにちは。RWS テレビジック、金橋高橋です。はい、今日はですね、撮影の方はですね、東京の方にちょっとお邪魔しております。自分のですね、ちょっと仕事の用事がありまして、今、現在こちらの方で撮影してるんですけども、今日天候がちょっと風が強くて、まあ、春高地の撮影、まあ、小動物に、動物にヘリコプターに、風に、まあ、いろんなですね、災害、この影響の中でですね、宿泊してますけども、内容の方はですね、確かなものを伝えますので、最後までご視聴よろしくお願いします。では早速、今日はですね、すいません、以前にもですね、守備のですね、個人戦術を少しこう教えていただきたいというですね、DM とか、あと、まあ、スクールのですね、保護者の方に、ご連絡いただいていますので、まあ、そこをですね、中心にお話しできればと思っておりますので、ぜひ、ご視聴よろしくお願いします。では、早速、どうぞ。今ですね、子供たちに多いのが、攻撃の選手に対して、まっすぐ突っ込み、ボール取り行く。まあ、これがですね、練習中とか試合中とか多いと思います。で、この間ですね、スクールでもちょっとお話したんですけども、走る、まず一つ目、走る方向を、修正すること。まあ、詳しくはですね、まっすぐじゃなくて、攻撃の選手をどちらかに寄せたい。よくですね、ワンサイドカットって言うんですけども、まあ、このような状況の時には、狭い方に攻撃の選手を追いやるっていうですね、守備のやり方が必要となります。ボールを奪い行くときにはまず最初に考えてほしいのは広い方、中央です、中の方から半円を描くようにボールを取りに行きましょう。やってみます。もう一回いきます。ボールに対して半円を、このですね、攻撃の選手に対して半円を描くっていうところがですね、ものすごく大事なことが含まれます。まず円を描くことによって攻撃の選手が中に入りづらくなります。あと一つ、重要なことがですね、半円を描くことによって体の向きが相手と正対しなくて済みます。しなくて済むっていうことはどういうことかというと、正対のままだと抜かれた時に体の向きを変えてボールを取り行くスピードが落ちます。で、この横に向いた状態で攻撃の選手が、抜いてしまった場合が、体の向きが横なのですぐに追いかけられることができます。まあ、そういうことも含めて相手に対してよくですね、半身慣れって言われてると思うんですけども、円を描いて半身になるっていうのはすごく、ボールをですね、奪い確率が高くなりますので、そこをまず抑えてほしいと思ってます。はい、一つ目は走る方向をお伝えしました。二つ目ですね、ボールのですね、奪い方を、お伝えしていきます。春コーチがですね、まあ、高学年にもなれば半身という言葉ですね、すごくですね、子供たちも頭で理解してくれるだろうと思っています。で、半身というのは相手に対して体を斜めになることなんですけども、これが低学年とかに半身になれって言ってもなかなか試合中相手に対して半身になりません。なので、まあ、よく低学年、まあ、高学年にもですね、小学生全般なんですけれども、伝えやすいのが、相手のお腹の方向と同じお腹の方向を向けてボールを奪いなさいっていう言い方がすごくですね、シンプルで分かりやすいと思います。相手のお腹の方向は今ボールに対してこちら向いてます。なので、守備の人を同じお腹の方向で奪う、どういうことかというと、ボールに対して行った時にボール離れた、その時同じ方向を向けてボールを奪いなさいっていうことはすごくですね、シンプルで子どもたちも分かりやすいと思いますので、ぜひそういうワードを使って子どもたちに説明してくれたらと思います。2つ目は、同じお腹の方向を奪ってボールを奪い、これってことです。はい、
三つ葉です。これはですね、よくご存知だと思うんですけども、こういう選手がボールをですね、足元から払うたときに、ここのですね、空いてる小さいスペースにですね、体をよく入れろって言われています。今さっきみたいに、二つをきちんと理解しながら、半円を描くように体を斜めですね。で、お腹の方向を同じ方向に向けて奪い取る。ここをですね、意識して、ボールを氷の下に離しました。半円でこっち側に寄せて、二つ目同じ方向にお腹向けて、最後に、氷の選手とボールの間に近い足、近い腰を入れて、ボールを奪い取るっていうのはすごく大事なことです。で、ここはですね、ボールの氷の下で、ボールを奪ってすぐに攻撃に行きやすい、相手の攻撃やすい、攻撃に出なくてもボールを下げてまた攻撃をやり直せるということが できると思いますので、ぜひですね、3つのポイントを、意識して取り組んでほしいと思います。ハッシュの個人戦っていうところで、3つお話しさせていただきました。で、おそらくですね、いろんな指導者の方、まあ、守備のです、ね、教え方、いろいろですね、手順あると思うんですけども、大まかにこの3つだと思います。で、もっとですね、細かい部分がたくさんですね、あると思うんですけども、特に小学生のうち、ね、細かいところを教えるっていうのを大まかにことを、今日みたいにさ、3つを抑えて、まあ、それができれば、初めてですね、細かい部分を教えていただけるとですね、大丈夫かと思います。で、一つですね、この3つで相手に接通用しない部分というのは、対相手の能力がスピードだったりパワーだったり上だったらどういうやり方をすればいいんですかってなった時に、またですね、やり方はですね、いろいろ、あると思いますので、まあ、そこも含めて今後ですね、お伝えしていければなと思っております。今回はですね、この3つの約束事っていうところを頭に入れて、小学生のうちしっかりですね、学んでほしいと思っております。はい、私ごと、今のスクールの方が平塚スクールと橋本スクールとさせていただいています。内容の方は当然です。はい、で、今ですね、ちょうど厚木の方もですね、単発の方でやらせていただいております。はい、10月の方もですね、厚木の方で、開催を行っていきますので、ぜひですね、ご参加よろしくお願いいたします。はい、で今回ですね、以上は YouTube のですね、趣味の戦術というところで終わらせていただきました。またなんか要望ですね、こういうことをやってほしい、こういうことを教えてほしいということがあれば、私ですね、私がですね、お答えできる部分はしっかり YouTube や動画を通してお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はありがとうございました。It's just fired.